こんばんは、平弘樹です。今回の動画はですね、バックスイングで体が伸び上がってしまう、フォロースルーでフィニッシュがこう取れない原因を動画でやっていきたいと思います。この2つ多分多いと思うんですよね、見ててめちゃくちゃ多いんで。なんでその原因を動画で説明したいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。バックスイングで体が伸び上がっちゃう人の原因ってほとんどがこれ9番アイアンなんですよ。9番アイアンで僕は130ヤードからまあ135ヤードぐらい打つんですけど、じゃあ平井9番で何ヤード打つのって言われたら135って俺言うじゃない、そしたら練習場で135練習してる人こうなるから。あ、そうなの？そう。マックスの飛距離練習してどうするしないの、意味がないからね。135マックスだったら125から130を打てなかったら、その番手はうまくなんないから。それはどうして？スイングが崩れるだけだから。要は限界でずっと振ってんだもん。だから腕、クラブ、体、下半身ね、全部が全部10で動かなかったら135は出ないからね。そう、それは練習じゃないから、一攫千金だからそう、もう一か八かよ。9番で125から130ね、これが練習です。そう、ああいうショットをあれだったらずっとああいう球が出る確率が高いの、イコールつまんないのね、それをどれだけやるか。できることをやる、できることだけをやる、できる、しかも余裕のある距離を打たなきゃいけない。今のでどのぐらいできてるの？今ので 7.5、8、8、7、8割。ああ、じゃあ満振りだけ練習すればいいってことじゃないかもね。特にアイアンね。そう、縦距離をいかにコントロールできるかがアイアンだ。そう、はいはい、だからマックスの距離を打ったら、アイアンでドライバーのスイングをして打ってるのと一緒だからね。はい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 、そういうことか。こうやって、そう、それじゃアイアンの意味がないから。そう、アイアンは許容範囲内のちょっと手前ぐらいを打つのが一番いい練習で、一番バランスが取れて、一番いいスピードと力感で振れるから。そうだ、余裕を持ったフィニッシュをこうやって取れなかったらダメ、アイアンの練習って。昨日ね、水戸からねレッスン受けにくださった方がいて、もうまさにそのお悩みだったの。伸び上がり、伸び上がりとフィニッシュの崩れ。そうで、それでこの練習方法をお伝えさせてもらって、したらね、もう全然打感が違う。そうなんだ。要は体の軸ブレもそうだし、まあ、結局フィニッシュのバランスなんだけど、そういうのが全然違う、結果が。その方ね、9番で130なんだって、で130って打とうとしちゃうんだってやっぱり、そうだ、それが原因ですっつって、120ヤード打ってくださいって言ったら、やっぱいいスイングする。変な話、俺の今よりいいスイングするから。へえ、そう。でそれはそうすると、ちょっと元も子もないことって、全部の番ってそのマイナス5ヤードぐらいで考えてるやいい話になる。それはまた別な。ここで重要サロン級言っていい、頭の中はマックス130って思っとかなきゃ、120から125がマイナスいくつにならないでしょ。ああ、そっかそっかそっか。そうそうそう、125マックスだと思う。125で今度っちゃうんだ。そう、今度125になるから限界が。だから130あっての何々になってないといけない。だからマックスはマックス絶対記憶しとかなきゃいけない、ただ打たないだけで。そうなの。そう、そういうことか。全力で走ったらこのスピードで走れるけど。そう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 、ちょっと力抜いてじゃないけど、そう8割でみたいな。そう、10秒で走れるんだったら、11秒か12秒で走り切らなきゃダメ。そういうことだ。そう、でも10秒は知ってんの、走れんのね。そう、走れんの。そういうことか。で、分かってなきゃいけないので、11秒にじゃあマックスしちゃいけないんだ。それ以上速く走れないと思っちゃダメなんだ。そう、そしたらどん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 落ちてきちゃうから。なるほどね、そっか。じゃあ130のフルショットはどうすんの、そうだ、ね、って言った時に、アドレスして、ここまでは一緒、ここまでは一緒、ここまでは一緒なの、こっから
135のスピードで打ってみるだけなの。最初125でいくよ、うん、これ125ね、うん、次130でいくよ。ここまでは一緒、うん、これ130、そう、こっから変わるから、そっから力入れるんだ。そう、なんならこっから、あ、そんなことで一緒なの、ここじゃないからそう、そっから、うん、ここまでの間に130にしてるから、あそこで頑張るんだ。そう、これ125でしょ、うん、ここまで125なの、うん、でっからこっから130にする、こっからブワーンってやるんだ。そう、こっから130にすると、うん、スカーンって出るからグッバイになるんだ。そう、こうやって、そう、だそれを分かってるから、もうちょっと待ってっていうところまで下ろすの、うん、そっから加速させるの。そうすると膝出ないんだ。出ない、起きない、もう起きらんないんだ。そうそう、起きれないから、もうここまで来てんだからもう行っちゃうしかないんだ。そう、そう、もうそこまで来たらもう騙されるしかない。ここだったらまだ起きれるのよ。起きるじゃん。そう、出れる、起きれるそう、じゃあ出てこなくなるまで我慢するんだ。我慢する。だからここまで我慢で、うんうん、やべえ125のままだったぐらいでいいの。あ、そっか、そう、忘れちゃったっつって忘れちゃったんだ、うん、それぐらいでもいい、うん、言っても5ヤードだから、うん、だからそういう意識がないとそれはできない、うんうん、でもその方はそれぐらいのレベルだったから、うんうん、そういう調整をしてくださいって言って、うんうん、そう、めっちゃくちゃ上手かったからね、うんうんうん、びっくりする、うん、そう、だからもう本当なんだろう、レベルによって絶対やること変えなきゃいけないし、うんうんうん、練習方法も変えていかなきゃいけない。でも今のあれだね、意識を変えただけだもんね。そう、意識変えただけ、そう、他何にも変えてない。すごいね。え、それじゃあ高い金払って遠くから来たのに、うん、意識だけ変えられて帰ったの。言い方ねそう、そうよ、何も直されずに、うん、そう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 考え方だけね、マックスじゃなくてちょっとそう打ってみましょうかって言っただけで、うん、そう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 、だから変な話、俺が見といて座学でよかったズームでよかった。そう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 、あ、そうだそうだね。そう、いや、ちゃんとそうだよね、 16K で見たからでしょ。間違いない、めっちゃ珍しいこと言ったから、まずボールの位置でしょちょっと中に入れさせてもらったの。ああ、そう、うん、やっぱりワンラップゴルフ来たらボールの位置だから、そうだね、そう、そう、ちょっと中に入れさせてもらって、うん、まあ、スイングのその伸び上がることを直すんじゃないわけ。そうだね、そうそれをやった。もうちょっと手前に打ってって言ったら、そうそういや、そうそうだね、そう、もうちょっとそう短く打てば伸びないから、うん、ということと、まあ、フィニッシュのバランスはこういうことが理由ですよと、うん、そう、そういうこと。あとね、右肘の使い方やった。あ、レベル高いね。レベル高い、もう本当にその人のレベルが、ね、そうだね、うん、高かったから、アイアンの音がもうガラスからクリスタルになったから、それぐらい全然違う。やっぱこう入射がね、うん、全然違うから、ね、でその方がね、うん、あのすごくいいことを言ってくださって、うんうん、個人的な意見としては、うん、まあ、いろいろね、登録者数の数とか、うん、コメント数とか、うんうん、もうすごく嬉しいことにおかげさまで増えてきて、うんうん、いろんな、ね、コメントをいただくけども、もちろん嬉しいコメントもあれば、ね、うん、そうでもないコメントもあるんだけど、うん、そういうのも見てくれてて、うん、言っても無料ですからねと。そうなんだよね、そう、 YouTube って、うんうん、だからもう全然そんなのはっていう、うん、ことと、あとレッスンに来て初めて分かったことが8割9割だから、そのワンラップゴルフの YouTube がどうのじゃなくて、うん、もうYouTube 全部がやっぱりレッスンに来ないと始まらないというか、分からないことが多かった、でそれを聞きに来たんですごく良かったですって。だから1時間ちょっとの1時間ミーティングみたいな感じだったの。
短い、うん、すごく満足してくださって、うんうん、まあ打つ球も変わって帰ってくださったんだけど、うんうんうん、すごく良かったなと。ただ本当にそういうね変わる方っていうか本当真剣に聞いてくださる方多いんだけど、うん、まあ、ちゃんとやってくださって素直にその言った動きだけやってもらったんですごく早かったね。でも本当にあれよね、 YouTube で言ってることを言うよね、レッスン。もちろんもちろんもちろん。だから映像見てるだけだとやっぱりちゃんと伝わんないっていうか、やる方もそう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 、どこまでなのかとかも分かんないからね。そう、本当にじゃあトール君ゴルフ始めるから、じゃあトール君に向けて YouTube 撮るっていうんだったら、うん、トール君だけ見ればいいけど、うんうんうん、でもね、うん、ワンランプゴルフはね特定の人に、まあみんなそうだけどさ、特定の人に言ってないから、うん、だから本当に YouTube でゴルフが上手くなるって1割いたらいい方で、うん、そっか、うん、それぐらいのことだと思うよ。バッチリ自分に当てはまればってことね。そうそうそう、たまたまそのレベルと今課題になってるところがぴったりはまればうまくいくけど、うん、そうそうそう。だから本当トール君がワンランプゴルフ知らなくて、うん、トール君がたまたまワンランプゴルフ見て、うん、ワンナップゴルフの中だけでも、うん、トール君に合うのが 1,2 割あ、そういうことですね。そうでもいいし、うんうん、レベルによってもね、そうそうそう、そのチャンネルが全部合うかとはまたね違う話だから、うんね、うん、あ、だからそういうのがね合わないのが当たり前と思ってもらいたいんだよね、うん、だから他のチャンネルもそうだけど、うん、あんまりその合わないんだったら合わないでそのまま見過ごしてもらいたいっていうのはある、うん、うちのチャンネルだけじゃなくて、うんうん、あんまり意味のないことなんで、うん、これ俺から始まったんだっけ。そうそうそうだよね。そう、伸び上がりだ。あ、何それ考えてたの。そう、伸び上がりとフィニッシュのバランスだね。そうそう、だからそういう原因として変な、簡単に言えば振りすぎだよね、うん、その番手に対して、うん、それは本当毎回言うけどドライバーからサンドウェッジまで全部、うん、うん、そうだしパターまでもあるよね。そうなの。距離感に対して、うん、まあ、アプローチもそうだけど、うん、距離に対して振りの幅が全然、幅っていうか強さと幅が合ってないのがやっぱ多すぎるもんね。それって何が関係するかって、うん、肩のラインとこのクラブのこの T 字のスピードね、うんうん、これが重要ってことなの。これちょっとサロンでやりますんで、そう、それをちょっと意識して打っていただいた方がいいと思いますんで、はい、で今回の動画はですね、バックスイングで体が伸び上がったりフィニッシュでこうバランスが崩れてしまう原因っていうのを動画で撮っていきました。少しでも参考になったらと思って、まあ、見ていただけたらと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただけたらと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。